図は、フロリダ州の軍のそれぞれにリンクが貼ってある。軍名をクリックすればその軍を表示する。フロリダ州の軍一覧は、アメリカ合衆国フロリダ州内の軍の一覧である。フロリダ州には67の軍がある。フロリダは1821年にアメリカ合衆国の領土となり、スペイン領の時に使われた植民地区軍をそのまま2つの軍として出発した。 すなわち西のエスカンビア軍と東のセントジョンズ軍であり、スワニー川を境とした。他の軍はすべてこの二つの軍の領域から分かれてきたものである。フロリダは1845年にアメリカ合衆国27番目の州となった。最新の軍は1925年にアラチュア軍から分離したギルクリスト軍である。フロリダ州の軍は当初、 中政府の証区文だった。1968年、軍は独自のチャーターを持つ権限ができた。一つの軍を除き66軍の軍長所在地は、法人化自治体である。例外は、田園部にあるワクラ軍の軍長所在地、クローフォードビルである。フロリダ州の軍名は、その文化的に多様な歴史遺産を反映している。いくつかが、スペイン探検家から取られており、また、 スペインの聖人、スペイン人が使ったインディアンの地名などは、スペイン支配時代の名残である。アメリカ合衆国の政治指導者の場合は、南部、特にアメリカ連合国時代のものが目につく。川、湖など、自然の地形名や植物名も使われている。第二次セミノール戦争については、両軍の参戦者から軍名が取られている。例えば、 当時アメリカ陸軍の少佐だったフランシスエルデードからマイアミデード軍の後半が付けられ、オセオラ軍は抵抗したインディアンの指導者名だった。下表の人口データは2010年国勢調査に基づいている。フロリダ州の人口は1880万1310人であり、2000年からは17.6%増加していた。一軍あたりの平均は28万616人となる。 人口最大の軍は、マイアミデイド軍の249万6435人。最小の軍は、リバーティ軍の8365人である。陸地面積の平均は805平方マイルである。面積最大の軍は、パームビーチ軍の2034平方マイル。最小の軍は、ユニオン軍の240平方マイルである。フロリダ州の総面積は6万5795。 平方マイルである。このうち陸地面積は53,927平方マイル。水域は11,868平方マイルである。下表はアルファベット順である。州内の5つの軍が解明された。その多くはフロリダが州に昇格した初めの16年間、1845年から1861年に行われた。一つだけ。 デード軍がマイアミデード軍に改名されたのが1997年のことである。フロリダ州議会で2つの軍設立が計画されたが、どちらも実現しなかった。ブロクサム軍を創設する法案は議会を通ったが、住民投票ではそれを認めなかった。ありがとうございます。